改修前の旧駅舎中塩田駅に侵入する別所温泉駅電車中塩田駅は長野県上田市宇こ木にある上田電鉄別所線の駅である。駅番号は BE10 端式一面一線のホームを持つ地上駅。上田マリコ電鉄時代からの駅舎が使用されており、当時の車門が残る。1980年代まで当駅終着。 始発のダイヤが一日数本設定されており、電車は別所温泉法の本線上で折り返していた。開業時以来駅員が配置されていたが、現在は無人駅となっている。ホーム柵も撤去されているため、駅舎を経由しなくてもそのまま入場できる。当駅始発、終着便がなくなってから、久しく全くの停留場となっているものの、他の別所線の駅に比べ構内は、 比較的広い。元は対向式ホーム2面2線の駅で構内踏切があった。かつては列車交換も行われていたが、現在は別所温泉法のポイントが撤去されており、行き違いはできないようになっている。残った行き止まりのレールは構内側線となり、補線用の車両が留置されている。現在ホームは駅本屋側のみとなっており、反対側旧ホームは、 屋根が撤去され、枕木などの資材が置かれている。駅に接して、別所温泉法の長野県道171号、潮田ひとし古田線に、うこぎ踏切があり、1970年代まで、踏切番小屋が置かれ、踏切番が配置されていたほか、電車が本線上で折り返す際にはこの踏切場に停車していた。この多倉庫などもあったがすべて撤去されている。 上田方の中円電踏切を越えた先にも校内側線があり、使用されていない保線用の工事用車両が留置されている。これらの校内側線や旧ホーム敷地を利用して新車の搬入や旧車の解体も行われている。2009年に駅舎が改修、整備され、再塗装が施されたほか、2012年にはホームも改修され、電車との段差がなくなった。 近年の1日平均乗車人員の推移は、下記の通り、ありがとうございます。